はい、どうも翔平 TV の亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は翔平のバッティングが好調なので、まずそちらを見ていただきましょう。はい、こちら MLB ドリームカップでの試合の一面になります。これは練習試合ですね。はい、でドーンとドカーンとバチーンと、これがレフトへ伸びて、いやとんでもねえ飛んだな、これレフトを悠々に超える長打となります。いやこれね、ちょっとボールがかわいそうなぐらい飛んでるんですよね。はい、リプレイをご覧ください。もうこれフォーム的にも完璧ですね。はい、ゆっくり帰ってこられるホームランとなります。続いては翔平図の試合 VS チェインボンズ参戦でもドカーンと、はい、技ありですよ。これは綺麗にセンター前へ落とします。低めの結構難しいボールなんですけどね、これをセンター前にうまく打ってチャンス拡大となります。はい、リプレイを。いいとこで来たね。これアウトロー、一番打者で打ちづらいところなんじゃないかなっていうのをコンパクトに捉えています。はい、続いてランナー三塁のチャンスの場面で、おお、これはこれもっとさっきのボールよりも低めですね。泳がされながらもしっかりと振り抜いてタイムリーとなります。ナイスバッティング。最後は所属している日曜チームラガーズでのカンクサの試合ですね。 VS 東洋レインブンスさんです。はい、ドカーンと、いやいや、どこまで飛ぶんだこれは。やば、反対面まで届いてますよ。これ超絶打球ですね。はい、もちろんこれもホームランに、まあまあなりますね。はい、リプレイ、これもしっかりと捉えています。それでは先発のため自らを援護する一発になりました。いや、初回でこれ、まあ自分も楽になるでしょうね。いや、ナイスバッティングですね。はい、ここで5回のバッティング、これセンター前に強烈な打球、ピッチャー強襲ですね。でセカンドランナーの良平が帰ってきて、翔平さらに打点が入りました。翔平好調が続いています。その秘訣をどうぞ。翔さん、お疲れ様でした。お疲れした。なんか最近調子やばくないですか、バッティング。最近めちゃめちゃ打ってる。ですよね。やばいと思う。過去にないレベルの、なんかもう出れば打ってるからちょっと気持ち悪い。そうですね。もう3打数2安打から4打数2安打、もう2本以上はなんか打ってるかな、うん、最近は。そうですよね。じゃあ打率は、ここ2週間で5割8分。やば。ここ最近だって試合数もこなしてるのそれってことですもんね。そう、まあおかげさまで、結構走るじゃないですか。はい、右足が新スプリントになりました。いいのか悪いのか。腫れてきちゃって疲労が溜まってるらしいです。そこは走りたすぎて新スプリントになりました。そこは気をつけてね。ちょっとね、オーバーユースらしいんで使わないようにね。はい、ゆっくり走れるようにで、まあこれ以上飛ばされてもボールがかわいそうなだけだけど。で、なんか最近やったら調子いいのは何かあります？要因が。そうですね、以前ね、動画出したと思うんですけど、ヒロとかがこのトップの位置にバットを置くっていう構えをしただけ。ほんとそれだけ、ただそれだけ。あとはあんまフルスイングしないようにミート力重視で、僕の場合は打ってるんだけど、やっぱりこう、やっぱ体格の関係で飛んじゃうんですよね。だから思いっきり踏んなくても飛ぶような感じかな、イメージでは。だから本当に今までこうこの辺に置いといて、トップをこう振り回して公式打ちみたいな感じだったんですけど、それってやっぱりこうインコースさばけなくて、全然インコース全部詰まって、まあ詰まってホームラン打ったこともあったけど、正直あんな の自分の中では何レベルであんま良くなかったんですけど、まあ最近は本当にこうトップに初めからこの左腕伸ばした状態、引いた状態、弓矢で引いた状態にしといて、軽くステップして、まあストライクゾーンのところに来たら本当にボッと出すって感じのイメージではいます。あんまりこう勝ち上げのイメージじゃなくて、こう レベルで平行で打つような意識をただしてるだけ、1、2、3みたいな。なんかトップの位置がやっぱ秋山選手っぽいなっていう。そうですね。一応ヒロトも、まあ秋山選手のなんかそのトップのイメージをしてるって言ってたんで、あ、じゃあやっぱ合ってたんだ。そうですね。それを実践してる感じかな、俺の場合は。実際まあ打てて最近すごい気分がいいんですけどね。すごい笑顔だね。すごい気分いい。そう、笑顔だし、
やっぱ2番バッターっていうのがでかいかな。最近ずっと2番なんですよね、うん、やっぱこう大谷さんがねたくさん打つじゃないですか、はい、2番でちょっと俺も打ってみようって2番で出してもらったんですけど、1打席目ってやっぱさピッチャーもさ最初だからこうなんか様子見に来るわけ、そうそう来るわけ、そこでこう芝居てるから結構打ってる感じはします。まあ、あとはちょっと欲が出るとまたこうこの部分がね動いちゃうんで、そこだけ注意しながらちょっと欲を出さないようにひたすらもうここにトップ置いといて1、2、3っていう感じで、はいはいはい、ポンって出すだけでパコーン飛んでいくんで、うん、まあ、それだけですね僕は。なんで、まあ、映像とかもし流れてるんだったら、うん、それを参考に、はい、見てほしいなと思います。そのところですかね。僕いなかったじゃないですか撮影の時、うんうん、で僕もトップ少し下げたんですよ。翔平さんが言ってたからこれいいみたいな感じで、で編集しててあー下げてみようと思ったら、まあ、自分もちょっと上がってきたんで最近打ってるね。最近教えてくれてるヒロトが打てなくなってる8タコだか9タコだかなんか毎日ないって書いてるから、そう毎日落ちね毎日落ち込んでるし、まあ編集に関しても、まあ、YouTube に関してもすごいこうやらかしまくってるプラスで打てないから、もうなんかほんと悲壮感漂ってるから、あいつ本当に俺吸収しちゃったんかな、その、そう、せめて良かったっていうバッティングの部分を。いや、そうかもしれない。まあじゃあ上がってきてもらって、そうですね、彼もねいろいろ今もがいてもがいて、もう俺らに罵声を浴びながら必死に成長しようと頑張ってるんで、そこは見捨てないであげて、まあ、ちょっとねちょっと気抜くんですぐ、あいつすぐ気を抜くんで、気を抜かないように、まあ、動画編集だったりね、まあ、人がこう絡む映像に関してもすごく慎重にしっかりやんなきゃいけないんで、妥協せず頑張ってもらいたいと思います。そうですね、そしたら打てると思いますよ。まあ、そうですね。OK です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、アイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。